こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は純粋な名 G1 馬列伝を解説していくわ。おう。確かに G1 勝ったのに種牡馬になれなかった馬シリーズと名 G1 馬の対象馬が被るところがあって、いくつかは同じシリーズとして出したのもあるけど、今日は種牡馬入りできた名 G1 馬を解説ってことね。それもそれでなんか微妙な気がするけど。ちなみに今回解説する馬は G1 を2勝してるわよ。は。超名馬やんけ。そうなんだけど、この馬 G1 勝つごとに、名 G1 馬らしいエピソードが次々に追加された。まさに名 G1 馬界のプリンスって言っても過言ではないわ。一体、どんな馬なの？その名は第54代ダービー馬、メリーナイスよ。ダービー馬で、名 G1 馬、だと。ダービー馬とはいえ、迷うところがあれば名 G1 馬になるわよ。でも、メリーナイスは自身がド派手な勝ち方や、落ち方をしたけど、周りの人間のネタもたくさんあるから、なんとも言えない部分はあるわね。一体どういうことなんだろう。じゃあ早速解説スタートするわよ。おう。まずはメリーナイスの詳細から紹介ね。父、コリムスキー母、スキメリー母父、シャトーゲイ橋本照夫厩舎、美穂、主な勝ち倉、日本ダービー、朝日杯3歳ステークス、セントライト記念、受賞歴、JRA 詳細優秀3歳ボバ、めっちゃ名馬やんけ。そうね、父は2勝しかしていないが、ノーザンダンサー直子とボケイの血統の良さが買われて、日本で種牡馬入り。母は NHK 杯勝ちのマイネルグラウベンの姉で、大井競馬の3歳牝馬チャンピオン決定戦、東京3歳優秀牝馬を勝った馬であった。超溶血ではないけど、隅に置けない血統なのね。母父、シャトーゲイはアメリカに看馬、メリーナイスの経路は紫白優勢のクリゲと誰が見てもわかるド派手な経路だった。調教師の橋本照夫は第1回の日本ダービーを快走で優勝したダービージョッキーであった。メリーナイスは初の函館で根本康弘瀬に新馬戦を見事快勝。お、この根本騎手は今でいう上田照夫みたいな穴に乗せたら、という機種だったんだけど、ある競馬評論家が、根元を軽んずる者は根元になく、根元を重んずる者は根元になく、という言葉を残したほど死者選択が難しい機種だった。今は調教師として藤田七子機種の所属厩舎としても有名ね。実は、この根元機種がメリーナイスの前半の名馬っぷりの原因になるんだけど、一体何をしたのよ。自走のコスモス賞はその年の阪神3歳ステークスの後の覇者、ゴールドシティに敗れて4着に、自己条件に戻った林道賞では待機の呼び声の高い桜ロータリーに敗れ2着と勝ちきれない。ちなみにこの桜ロータリーはこの後の府中3歳ステークスも勝ち、シンボリ牧場の長期待馬マテリアルを破った勝ちっぷりから、来年のクラシックは桜ロータリーが最有力であろうと指揮者が言葉を並べたのだが、故障でターフに戻ることができなかった。小島太志騎手曰く、無事なら三冠馬になったかもしれない、と嘆いたほどだった。その後種牡馬になったのだが、そこそこ人気種牡馬となるが、活躍馬を出すことはできずに2001年種牡馬引退。2013年に老衰で死亡、そして桜ロータリーの父、東証ボーイの直系父系は途絶えたかに見えたが、マイネルスマイルという桜ロータリーの子がラフィアンの一口出資者に引き取られた。そこで同じ人間に引き取られたマイネポラリスと種付けさせてもらい、その子が地方競馬で走っている。そしてこの2頭の子供たちが最後の東証ボーイの父系の血を持つ者たちである。話はメリーナイスに戻り、東京開催のオープン特別以上特別に再度出走した。そしてメリーナイスはセントナダラを制し、見事に勝目を飾る。お、来年のクラシックへ司会よしね。そして、当時の関東の3歳最強馬決定戦朝日杯3歳ステークスへ駒を進める。その資格はあるし、十分狙える位置にいるわね。そして、朝日杯3歳ステークス。一番人気は後に柴田義富とコンビで活躍する北斗ヘリオス。当時は南田道夫騎手でこのレースに挑んでいた。デビュー戦ではメリーナイスの3着に敗れているが、すぐ勝ち上がり、函館3歳ステークス、京成杯3歳ステークスと連勝し、新馬戦の頃と違う馬になっていた。当時、メリーナイス鞍上の根本騎手は足を調教で負傷しており、メリーナイスに乗りたいあまりそれを隠して、騎乗を続けていた。しかし、負傷した足ではいつもの騎乗フォームを維持して騎乗できない。
必ず周囲の人間に怪我のことがバレてしまう。そこで根本は新しい騎乗フォームを模索しているふりをし、ジャパンカップで来日した、キャッシュ、アスムッセンなどの欧州で活躍する騎手の騎乗フォームと鞭の入れ方を模倣すると周囲に嘘吹いて、なんとかメリーナイスの騎乗にこぎつけた。そして、ヨーロピアンスタイルの騎乗を取り入れたふりをした騎乗が、一番負傷した足に負担がかからない騎乗ができそうだ。という手応えを胸にゲートに入った、朝日杯のゲートが開く。メリーナイスの背中の根元は道中はいつものフォームで好位置につけ、4コーナーで前のスーパーファントム、同冠プレスを捉えられる位置まで進出し、最後の直線へ、そして、観客、関係者は根元の信じられない伝説の騎乗を目の当たりにする、根元はカックンカックンと馬の上に立つような追い方。なんとも滑稽な姿で先頭に立つ、鞭の入れ方も手を直上に振り上げて、ブリキ人形がリズムに合わせるようにカックンカックンとペチペチと入れている。正直、文字で伝えるのは限界があるので各自調べてみてほしい。これがヨーロピアンスタイルの騎乗なの。いや、これね。ヨーロピアンスタイルって言ったら、そっちの人が怒るでしょ。現に後に競馬関係者からは、かえって馬に負担をかけている、と酷評されたわ。しかし、ヨーロピアンスタイルで伸びるメリーナイス、前の2頭を捉えて、北斗ヘリオスの追撃もしのいで見事に関東3歳チャンピオンに輝くわ。おお、ヨーロピアンスタイルでも勝った。最優秀3歳ボバの称号も手にしたわ。しかし、メリーナイスはクラシックの最有力馬の評価を得られなかったの。え？なんで？朝日杯3歳ステークスの勝利は桜ロータリーがいなかったから勝てたとフロック視されていたの。これは関西の阪神3歳ステークスを勝ったゴールドシティにも言えたことで、デイリー杯3歳ステークスを制した無敗馬ダイナ3級がいたため評価は芳しくなかった。そして年明け初戦のスプリングステークス。メリーナイスは調整過程で順調さを欠いたのもあり、9着敗退。ちなみに関西3歳王者のゴールドシティもこのレースに出走しており、6着と評価を覆せなかった。しかもこのスプリングステークスは公正に名の残る名レースになってしまったの。お、なんで？勝ち馬のマテリアルの勝ち方が非常に鮮烈だったの。一体どんな勝ち方をしたの？最後方の絶望的な位置からほぼ直線だけで全馬ごぼう抜きして、勝利してしまったの。え？中山の短い直線で。そうなの。このスプリングステークスは伝説のレースとして語り継がれるものになるんだけど、マテリアルはさらに、シンボリ牧場総帥の和田智博氏の期待馬として、後に海外遠征するために、シンボリの冠名をあえてつけずに、素材の意味を表すマテリアルと名付けられたほどの超評判馬。鞍上、岡部の勝利騎手インタビューでも逸話があり、ミスター CB しちゃった。と発言した。岡部は常々好位につけて余力を持って勝つことを信条としているため、ミスター CB みたいな追い込み客室に関して、批判的であったが、ここまで強いと岡部みたいな名手にもこの言葉を漏らさせるほど、強い勝ち方であった。2着のバナレットの増沢騎手は、風みたいにスーッと来られて、勝った馬と自分の馬ではついているエンジンが違った、と乾杯といった様子だった。隠してマテリアルが一躍クラシックの最有力馬に躍り出たのである。一方メリーナイスの株は一気に暴落。そして皐月賞本番。一番人気はマテリアル。メリーナイスは8番人気であった。しかし、勝ったのは桜ロータリーの無念を晴らす格好となった。桜スター王がまとめて差し切り、東騎手と対冠。2着は西の3歳チャンピオン。ゴールドシティ3着は見せ場は作ったマテリアル、そしてメリーナイスは見せ場なしの7着であった。しかし皐月賞後メリーナイス陣営に朗報が入る。桜スター王に脚部不安が発生しダービーを回避するというニュースが舞い込んだ。ただしクラシックの主役はマテリアルという下馬評はマテリアルが皐月賞を敗退しても全く変わらなかった。また全く関係ないニュースも JRA とフジテレビジョンから舞い込んだ。それは宮本照原作の映画、優春を制作するために劇中のクライマックスシーンの日本ダービーをこの年のダービーの映像をロケして使用するというものであった。そしてその勝ち馬は劇中の、オラシオン、として他の子馬のシーンもその馬に合わせて、
撮影するという日本競馬史上例のない試みであった。その勝ち馬は劇中のダービー馬、オラシオン、として他の子馬のシーンもその馬に合わせて、撮影するという日本競馬史上例のない試みであった。この映画関係者と撮影班の競馬への知識の浅さがメリーナイスの名馬っぷりにさらに拍車をかけることになる。それは一体、時間が来たので今日はここまで。ねえ、ダービー直前でそれはないよ。後編はすぐ作成するので少々お待ちください。それでは次回も、見てください。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。